乾燥が気になるこの時期に不可欠なのがこちら加湿器ですが、この加湿器を正しく手入れすることが私たちの体にも関わってきます。空気の乾燥するこの時期に大活躍する加湿器、さまざまなタイプのものが販売され私たちの暮らしを快適にしてくれる加湿器ですが、正しく手入れをしないと加湿器肺炎を引き起こす恐れがあるというのです。中でも加湿器の中で繁殖することがあるレジオネラ菌が原因で発症するレジオネラ症では死者も出ていて近年問題となっています。こうした事態を防ぐために必要な加湿器の正しい手入れについて加湿器を製造する企業に教えてもらいました。タンクがついている加湿器は取り外していただいて、ここにお水を入れるんですけども、1日に1回お水を必ず取り替えていただきたいと思います。取り替えるときは一旦お水を出したら入れてこう振り洗いをしてから新しいお水を入れていただきたいと思います。菌の繁殖を抑えるためにもポイントとなるのは、水は継ぎ足したりせずに1日に1回は取り替えること。また加湿器本体とフィルターは1週間に1度ホコリなどをしっかり取り除くことも大切です。そしてフィルターがあるものに関しては2週間に1回程度お水で洗っていただくのと、あとはぬめりですとかが気になる場合はこういったところにクエン酸を溶かしていただいたお水を張っていただいて、でつけ置き洗いをした後に、もう一回水で洗って機器に戻すというようなお手入れが必要です。こうフィルターを洗わないと、はい、また菌が空気中にこう出てきてしまうということなんでしょうか。そうですね、ここは常に水に触れている部分になりますので、お手入れを怠ると菌が繁殖してしまうというのがありますから、しっかりとお手入れをしていただきたいです。気化フィルター同様、トレイも2週に1回はスポンジで洗い、水垢をしっかり落とす必要があります。今年ですとインフルエンザも流行っていますので、そういった感染症対策として加湿器をお使いの家庭が多分増えているというふうに思いますので、皆さん新しく特に加湿器を使い始めた方っていうのは十分注意していただけたらなと思います。はい、加湿器を汚れにくくするためには外気の影響を受けやすい窓からは離してエアコンの風が直接当たらないところに置くことも重要だということです。こまめな手入れや置き場所によって感染対策だけでなく電気代の節約にもつながります。